風必須医薬品モデルリストは1977年に策定され2017年に40周年を迎えた。風必須医薬品モデルリストとは世界保健機関が策定した現代的な医療水準を維持するために必須と考えられる医薬品類のことである。重要な医薬品を取り揃える際の選定例として活用されており、リストには 約300品目の医薬品が収載されている。このリストは、医薬品の入手が困難な開発途上国において、入手しやすいことも考慮して選定されており、医療援助の際に、最小限必要な医薬品選定の際の指標、ともされている。ふう、エッセンシャルドラッグとも呼ばれる。世界保健機関は、1975年の第28回総会において、 必須薬品というコンセプトを採択した。これは人口の大部分におけるヘルスケア上のニーズを満たすものである。そのために適切な量、適切な財経で個人やコミュニティが入手し得る価格であるべきだ。フー The Use of Essential Drugs, レポートオブザフーエキスパートコミ o o d e とされており、各国が必要と国情に応じて策定することとされた。 同窓会においては28.66を採択し、風雨は加盟各国における必須薬品の策定に関して助言していくこととなった。その一環として各国の必須薬品リストのモデルとなるリストとして策定されたのが本リストである。なお、必須薬品は1978年のアルマータ宣言においてプライマリヘルスケアの8要素の一つとして 数えられている。当初は風モデルリストオブエッセンシャルドラッグスと称されており、初版は1977年に208種類の医薬品を収載して、必須医薬品の選択に関する専門委員会第1回報告に掲載された。モデルリストは当初2年から3年の1回改定されていたものの、1987年以降は2年ごとに改定されており、 2021年現在、2019年に改定された第21版が最新である。初版以後、しばらく収裁品目数は増加してきたのに対して、近年は削除品目も検討されて整理が進み、320品目前後で推移している。また2007年10月より、小2版もリリースされており、こちらは2021年現在、第7版が最新である。 なお、同委員会は、1982年に開催された3回目の委員会で、風エキスパートコミッティー、オンザ・ユーズ・オブ・エッセンシャル、ドラッグスと改名され、その後も解消された結果、2003年以降は、風エキスパートコミッティー、オンザ・セレクションユーズ・オブ・エッセンシャル、メディソンズと称されている。なお、必須薬品というコンセプトの創出にあたっては、 当時、薬剤政策管理部門のチーフであった中島博士が中心的な役割を果たしたことが知られている。ただし先進国においては、その国ですでに一般的に用いられている医薬品が充実しているため、あえて必須医薬品リストが策定されていないことも多い。苦中薬抗菌薬抗真菌薬。ありがとうございます。